第1回は香港ケンタチャンネル、ケンタです。おはようございます。じゃあ早速今日もやっていこうと思います。いや今日の朝はね、起きたら結構あったかい感じですね。いやー本当暑いです。で本日31日ですね。あもう3月最後の日じゃないですか。最高気温29度、最低気温24度で曇りだそうです。で特に雨が降る予定はなさそうなんですが、ちょっと雨が降るかな。でも小降りぐらい、あのパラパラとはね、あの降る程度かなと思います。天気予報以上でした。次にね、コロナ感染者数やっていきたいと思います。31日で30日の感染者数は7名でした。回復者10名、死者0名です。なんか1桁は安定して1桁なのでいい感じなのかなと思いますが、また30日の感染者の7名のうち6名は外国から戻ってきた人、もしくは外国から入国してきた人の感染者でした。これもう完全に外からの方が多いですよね。ずっと輸入し続けてる感じですよね。いやーまあしょうがないんでしょうけど。ということで、コロナニュース以上です。さあ今日もね、仮想通貨の話やっていこうと思います。まず、現時点でのビットコインの価格なんですが、先ほども話した通り3月31日、3月最終日ですね、ビットコイン価格58,947ドル、US ドルですね。いやいいですね。で24時間の値動きを見ていこうと思います。24時間最低が57,338ドルで、最高が59,316ドルぐらいだった感じですね。58,000、24時間内にこれだけ動きがあったっていうのはちょっとまたびっくりしましたね。どんどん上がってますね。これ面白いな。ということで6万台近づきましたよ。いやこのねマイニングやってるとね、6万台ってすごい嬉しいんですよね。概要欄のところに価格の場合の今までマイニングしてきたお金がどんな感じになってるのかっていうのをエクセルにまとめてあるので、ぜひ見てみていただければと思います。じゃあ次にね、私のマイニング量について話していこうと思います。本日でようやく 20.5 日ですね。今現時点で 20.5 日で私のマイニングしたお金はこんな感じ、 284.13 ドルですね。ビットコイン価格にして 0.004844884、 すごくねいい感じです。いやなんかすげえ人がいて避けるのに大変だったので一旦止めちゃいましたが、いやなんか新聞もらう人ですげえごった返しになってた。今日なんでこんなに人いるの、わけわかんない。まあいいや。ということでね、マイニングすごくいい感じで出てます。まあマイニング量としては 0.0 が4つで、4とか3とかそんなもんですね。でマイニングマシンの方も徐々に準備できつつ、ビットコインこれからどうなるかまだわからない中でね、今日は何について話そうかなと思っていろいろ考えてたんですけど、僕がなぜこのビットコインマイニングを会社でやろうと思ったかっていうと、僕自身ですね、実はこのビットコインマイニングってすごい興味があったんですね。どれぐらい興味があったかというと、2016年か7年にビットコインとまあ向き合うことになって、その時はまあビットコインを使わないといけないっていう状態、どちらかというとこうビットコインに興味を持ったというよりは、ビットコイン知ってるよねみたいな状態になって、じゃあいろいろと勉強しないといけないっていうので、まあ、ある程度の簡単な知識はずっと持ってたんですけど、詳しいところはあんまり知ってなかったので、じゃあそこからビットコインについて勉強を始めたっていうのがきっかけで、でマイニングは寝てても儲かるようなビジネスじゃんと思って、マイニングやってみたいなと思って始めたのがクラウドマイニングで、このクラウドマイニングっていうのをやってたんですけど、最終的に突然こうもう無理だよっつって切られてしまったとかねいうことがあったり、あの中国のねマイニング工場にマイニングマシンを預けてマイニングするっていうのもやったんですけど、なんか僕のウォレットに直接入金じゃなくてどこからか送金されてくるっていう、ちょっとわけのわからない方針だった。でまあ何パーセントか手数料として取ってます。まあ手数料取るのはねしょうがないと思うんですけど、なんかすごい 不明確であったとかで、質問をしてもねその質問に対して答えられない
答えられないというか、なんか答えがね、なんか曖昧だったんですよね。で、まあなんかすごくこう僕の中でプロ意識がないなっていうのがすごいあって、あ、マイニングってあんまり面白くないなと思ってたんですけど、私香港でデータセンターを運営していて、あ、もしあの概要欄の方に私の会社のルームツアーをやった時の YouTube があるので、それを概要欄に貼っておきますので、もし興味ある方は見ていただければと思います。で、話がそれちゃった。で、マイニングをじゃあ自分でやってみようかなって最近思ったんです。いろいろなコストがかかるので、そのコストとかを全部ひっくるめてデータセンターでマイニングでやったらどうなるんだろうっていうのをやってみたら、まあ十分なんていうのかな、利益出せる、そんな感じがしたんですね。まあ、ビットコインの価格にもよるんですけど、ビットコイン価格が5万ドル超えていれば最初にかかるあの一番高い初期費用ですね、あれは多分5万ドル超えていれば 20% ぐらい超えるような感じの、シミュレーションが出てますし、2年目以降はね、もうあの一番高い初期費用は終わってるので、2万ドルでも十分 20% ぐらい出てるんで、ランニングコストはもう間違いなくカバーしてお金が入ってくる。ただね、まあ、あくまでもこの20日間、実際に回してみて出た数字の平均を取ってるだけなので、まあ、もっと明確な数字を知りたいという方は1ヶ月ぐらい、まあ、1ヶ月じゃ少ないかもしれないですね、3ヶ月ぐらい様子を見て、3ヶ月後のはまあ平均値っていうのをまあ見てやっていくのもいいのかなとは思うんですね。で、僕自身はね、逆にその3ヶ月待つことによるタイミングを失うんじゃないかっていうのがね、心配で、マシンはどんどん追加していこうと僕は思って動いてます。ということでね、マイニングマシン、なぜ私がマイニングをうちの会社で始めたかっていうと、僕みたいに本当に自分でやりたいって思った人がサービスを提供した方が面白いんじゃないかなと。そうだ、それでまあマイニング、もし興味があったら概要欄の方にうちの営業のメールアドレスが貼ってあるので、そちらの方までメールいただければ営業が担当します。で、またね、このマイニングについて、まあ、サービス使うにあたってね、私と1対1で一度話をしてみたいという方がいたら、それも同じく営業の方までご連絡いただければ、営業がズーム会議をねスケジュールして、ズーム会議を私と時間調整してやっていけたら面白いのかなと思って、今後そういうのをやっていこうと思ってます。ということで本日以上です。中金、またね、バイバイ。